皆さん本当にありがとうございました。今日このステージに立つことができてとても感謝をしています。もっともっと楽しいステージを作るように毎日頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。榎本英理子でした。皆さんどうも、本日は、長い間ありがとうございました。私最初に歌ったんで一番もう私なんかが一番最初に歌ってふさわしいのかと思ってるんですけど自分で今でもどうでしょう。嬉しいすごい嬉しいです。これからはもっとこう自分の音楽性とかを絞って私いろんなジャンル好きで左はクラシックから右はヘビーメタルまで結構聞くんですけど皆さんハードロックとかヘビーメタルってあんま聞かない人の方が多いと思ってで今日は一応それでそういう気分だったんでここのとこ1週間ジャーニーっていう気分だったんですね。で多分明日から今日一応ここ歌ったら多分明日からきっとモーターヘッドとかいう気分なんですけど知ってました？知らないんですか？なんか調べちゃったみたいなんですけどとにかくもうちょっと、アメリカに行ってもそれからどこの国に行っても CD デビューしたりライブしたり向こうのアーティストの方たちと一緒にライブでもういや何言ってんでしょうねもうやっていきたいと思うでそれが夢なので皆さんこれからも応援してください。今日はどうもありがとうございます。三宅愛子です。お疲れ様です。今日は来てくださった皆さん本当にありがとうございました。みんなと違ってダンスとアクションで見せることだったのですごく緊張してたんですけど途中息を切らしながらもなんとかやり終えました。ありがとうございます。私は1年前までロサンゼルスに3年間ぐらい住んでてアクションの勉強をしてました。これからもロサンゼルスやニューヨークで羽ばたける女優になりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。亀山芳美です。本番中いろいろなことをやってしまって申し訳なかったです。いろいろと緊張してしまいましてなんか僕なりのことができればなと思ってモノマネなどやってみました。これからもっと小ネタをもっと増やしてもっとみんなが本当にお腹を抱えて笑えるようなことをやっていけたらなと思います。でこれから僕はですねもしできるのならば、世界各国の人になんだこいつはと思われるような、ハイクオリティな変態を、目指していきたいと思います。ありがとうございました。亀山芳美でした。滝野亜美です。今日は長い間皆さん、見ていただけて本当に嬉しく思ってます。ありがとうございました。私が今日歌った歌は、ちょっとこう、メジャーな感じの楽曲だったんですけどももうちょっとこう、インディーズっぽいっていうかマニアックな楽曲とかもあって、次のライブとかそういう歌う機会があったらぜひちょっと歌ってみたいなと思いました。今日は本当にいろんなアーティストの方を見てすごく楽しいなと単純にまずそれを思って、いろんな人のいいところを見るっていうのはすごく大切だし自分がどんどん伸びていける要素だと思ったのでこれからもこういう機会を増やしていきたいなと私は個人的に思いました。今日は皆さんありがとうございました。ソレイラアーティストの文山琴恵です。今日この場所を与えてくださって本当に嬉しく思います。ありがとうございます。これからどんどん歌の勉強をして、世界に通用する歌手を目指して
頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。大山ゆりです。今日はいろんなアーティストの方々を見れて本当に勉強になったし、すごく自分も楽しかったです。これからもいろいろ経験して、そして世界に通用するビッグなアーティストになりたいです。欲しいものは全て手に入れたわっていうぐらい大きい存在になりたいと思っているので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。